えー、重心の位置の変化とは言っても、パッと見でマネー・メイウェザーはディフェンシブであり、アリア・タイソンなどレジェンドからつまらないと批判されてます。はい。もしプリティーボーイを続けていれば彼の評価は変わったと思いますか変わったと思いますよ。また、ただプリティーボーイ続けていたらどっかで負けたかもしれないですね。また、 アリア・タイソンの言った、つまらないは人格のことを言ったんですがいや、違います。えっと、メイウェザーは人格的にはむちゃくちゃ面白いです。つまり、それが面白いからあんなお金を得てるんですよ。うん。むしろメイウェザーは自分のファイトスタイルがそんなに面白くないっていうことを知ってると思う。なので、ビジネスプランとしてすごい、だからある意味頭がいいビジネスマンだよね。自分のこの面白くないスタイルをどうカバーしたらいいかということで、自分の人格を売ったんだと思います。 はい。えー、っと、なので、まあ、しょうがないね。でもね、つまらない、つまらないって言うと、この、あの、 やっぱ俺いつも思うんだが、面白いとかつまらないってすごい主観的なんだよ。あなたが面白いと思うものは、私が面白いと思うものとは違うから。だから一概にね、ああ、あいつつまんねえよなって言って、そいつつつまんないやつなのかって言うと違うもん。リゴンドウですらだって僕のチャンネルでリゴンドウの話すんじゃないですか。必ず来ますよ。あのー、コメントで。リゴンドウの何がつまんないのかがわからない。あんななんかテクニックの宝庫みたいな。やっぱそういう見方もあるんだよ。 で、まあ、その、ね、タイソンとかが言ったりしてるのは、タイソンはつまらないと思っている。うん。これ、俺、矢吹選手とかの今回のバッティングの問題でも言ったんだけれども、ね。えっと、わからないことを、をあ、そうだっていうのは、やっぱりちょっと言葉足らずだよ。うん。私はあれを恋のバッティングだと思う。とか、この言葉に気をつけることで大事だと思う。うん。タイソンも、えー、メイウェザーがつまらないと、 思っているんだと思う。うん。メイウェザーが、つまらないわけじゃない。少なくとも面白いんです。みんな何見るわけだから。まあ、その、ボクシングのファイトスタイル自体を、じゃあ俺も主観的に見て面白いと思うかっていうと面白いと思わないです。俺は。でも、じゃあ、メイウェザーのあのファイトスタイルをみんながみんなつまんないと思うのかっていうと、やっぱまたそれも違うからね。はい。で、 えー、試合をさしたら、僕はマネーメイウェザーが、間違いなくプリティーボーイメイウェザーには勝つと思います。絶対に勝つと思います。えー、勝ちだけを言ったらね。うん。ただ、見たいのはプリティーボーイです。<い>や。<laughs> どういうことえー、赤石志賀之助さん。罪を犯した猫たちが捕まり、画面上で晒し物の刑にされるのがお約束感があった そうだよ。にゃにゃにゃ,にゃい,いよ。もう本当にね。ほら、みんなお休みって言って、お休み。はい、お休みって。